徹底討論どっちが衝撃的？矢野先生の色紙 VS 立浪監督の米禁止、どっちの方が衝撃的やった？色紙。矢野先生。色紙は映像あるから断然上よ。色紙のインパクトはすごかったからな。一発の威力は色紙やな。米に関しては理屈あるからええけど色紙はマジで意味わからんからな。立浪も勝利インタビュー中に米禁止にした細川が打ったので選手全員米禁止にしますって言ったら盛り上がったのに。米やろ色紙なんか生活に関係ないけどまさかプロスポーツ選手が米禁止にされるとは思ってもなかった。さすがに色紙ぶっこんできたからな。色紙はカルト的な怖さ、米騒動はパワハラ的な怖さで中身が違うわね。色紙は勝率6分の中でようやく勝った試合で出したから格が違うわ。選手としてどっちが嫌かってこと？テレビ見てたらいきなり色紙出てきて文字職人がどうのこうの言い出した時のインパクトにはかなわんよ。米は素質がザクザクなのも弱いよな。矢野さんはドン引きしたやろ、立浪はただ性格が悪いだけだけど、一発の面白さは矢野でもトータル的には立浪オフからずっとネタ提供し続けるのは矢野も無理だったよ。矢野は水に話しかけるの知ってたから驚きはなかったわ。ああいう験担ぎ気にするタイプなんやなくらい。立浪はもうキャラ確立してたから笑えたけど矢野は唐突すぎてマジでビビった。衝撃的というなら矢野でしょ。瞬間マックスは矢野やろ、開幕からやっと勝ってあれやからな。質の矢野、量の立浪って感じ。色紙はすごい、通常負けた巨人がボロクソに煽られてるはずなのに一切出てこなかったもん。そらインパクトは色紙よ、ただ矢野はよしく関連しかないからそう薄いね。開幕から連敗でようやく止まった試合の会見で何言うんやろなーからのあれやからな。阪神ファンが勝利の安堵からいきなりどん底に叩き落とされてたのほんま草生えた。色紙のやつしかも NHK だったからな、そら衝撃よ。残念ながら米騒動レベルじゃよしく色紙持ち職人のフルコンボの足元にも及ばん。衝撃度では矢野の干渉やろ。ただカルト宗教に洗脳された男とナチュラルに対抗できるという意味では立浪の方が格上。矢野先生は特大ホームラン、立浪はネタのマシンガン打線。両者を合体させてみないか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。